温めたタオルちょっと拭き取りしますね、はい、これがあれですよね、はい、うわーってなるやつです。あ、そうそう、熱いってなりますねそうそう、ふわってなるやつ。前回大騒ぎだったのそうっすね燃えるように熱いです。本当だよ、本当ドキドキしてる。でも別にあの今のはわざとでしょすいません、皮膚的には何も問題ないですからね。そうそう、そういう風に考えると感覚的に、ね、熱いって、ね、あくまでも私の感情の話だから。そう、感覚ですね、感覚大丈夫、ちょっと待って、熱い熱い熱いおでも足だと熱いの気持ちよくないですか。気持ちいいですよ。そうですね、あのやっと気持ちよくなってきたみたいな。最初嫌ってなるやつ。最初本当。確かに。モモハさんも驚いてましたけどね。やけどしたかと思ったみたいな。いや本当ですね、そうですよね。そうですよね。そうそう。感動してます今。あ、よかったです。そうですね、やっぱちょっと今こう足指硬いですね。あ、ですか。うん、ちょっとこう抵抗が強いのと、まあ硬い感じ。なんだろう、多分ヒールをすごく履くのもあるかな。そうですね。であとこう指見るとやっぱこうポコポコっとこうタコみたいにありますよね。そう、そうですよね。うん、これってあの足がちゃんとついてない証拠なんですよ。あ、そうなんですね。そう、足の指があのしっかり地面踏ん張れてないとこういう足のこう角質っていうか出てくるので、はい、いつも足ごめんねって思いながら生活してるんですけどそうなんですねそれはでもいい心がけっていうかいいと思います。あ、でもあのヒールは履くんですけど、履くけど履いてごめんねってことですよね。履いていつもごめんねって思ってます。そうですね、ちゃんと今日癒してもらってるからね声をかけてるんですね、心で。そうです。そうですね、そう、でもそうですね、でもどっちかっていうとこの角質指先にね、あるタコは左の方が多いから、うん、ね、あれなんです、うんうん、理由は知ってます、うんうんうん、足が左の方が小さくって、うん、サイズが多分結構違うんですよ。同じ靴履きたくも履けないんです、うん、あの履いてますけど、うん、履くけどねしょうがないですもんね、わざわざね、もう一個買うわけにもいかないし、だから多分、うん、あの左の方が辛いって言ってる、うん、当たりやすいっていうか、まあ、確かにそうなのかな、うん、そうですよね、ちょっと、うん、小さい、まあ、あのうわーっていうほどじゃないですけど、多分3ミリぐらい違うように見えましたね、うん、でももう3ミリ違ったら、うん、いや、そう、1個違う、違う、そう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 、そうですもんね。でもやっぱ大きい足に合わせて買うじゃないですか。うん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 、そうですね、大きいので買ってちょっと詰めるとかって感じですよね。だってあのスニーカーとか、うんうんうん、そ
それこそあのジムに行ってる用のスニーカーとか、はい、あのやっぱり右足のサイズで買うと、うんうんうん、左が小さいわけじゃないですか。そうですね、脱げますもん、トレーニングで、うん、あのあ脱げるほどなんですか、スニーカーが浮いてくる。そう、あ安いの使ってるから余計なんですけどそうだから、うーん、それはちょっと支障ありますね、もはやね。でもいつもよりやっぱ足疲れてますね。すごい足が開いちゃうんですよね。異常でしたもん、ここ3日4日、本当に何だろうこれはっていう気持ちで、体の辛さが。そうです、忙しかったりとかあったんですか。なんか、うん、あの今ずっと働いてるところを別に辞めようとは思ってないんですけど、うん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 、もう一個新しいところを増やそうとしてて、大丈夫ですか。で、はい、今のところをちょっと減らして、はいはいはい、もちろんね、そう、そう、整理していこうかなって考えてたりとかしてると、うん、はいはい、なんか多分そういう考え方みたいなのをしてたからかな。あ、なるほど。忙しかった心が、うんうん、気持ち的に落ち着かなかったっていうか、なんか本当に悪循環で、うん、疲れたらジムに行けない、ジムに行けないとなんかもっと嫌になる、うん、嫌になるけど疲れちゃうから行けないみたいなのを1週間ぐらいずっと繰り返してたんで、うん、またチェックしますね。はい、はい、左ここ痛いですね。痛いですね。右とだいぶ違いますね。ここからなんかぐっと硬いですね、うん、これ違いますね、違いますね、うん、左が結構痛そうですね。確認ますね、うん、右と左は、うん、ここゴリゴリがありますね、うん、右もまあ張ってますか、左の方が痛いですかね、うん、はい、結構違いますね、はい、いつものことながらなんですけど、はい、やっぱそうなっちゃいますよね、はい、そうですね、はい、まあ、もしかするとこういうのって環境もあるので、そうだから、本当にそういうのもあって環境を一旦変えてみるべき、うん、あ、なるほどね、なるほどなるほど、そっかそっか、お店の滞在時間が長いとそれに合わせた、ね、体の動かし方とかになりますもんね。別に嫌なわけじゃないんだけど、うん、環境を変えようかなって最近思ってる期間で、うんうんうん、なるほどなるほど、まあ、やめちゃうわけじゃないけどちょっと他、まあ、少し減らして他を入れてみたり、うんうん、皆さんはうちに来てどう思いました。えなんかすごい抽象的な漠然とした質問ですいませんなんかでもどういうところが印象的だったか。いや私はすごく、はいはい、うん、その私から見ての話やっぱなっちゃうんですけど、はいはいはい、すごい花澤さんと話がすごく、なんか馬が合うって言ったら変だけど感情のそのなんか、だからすっごく話しやすいし、嬉しい。そうだからそこがすごくその、私あの話してもあんま解決しないタイプだって言ってるじゃないですか。けどもここ来ると本当になんか一気に心も体もっていうのが本当に、そう
嬉しい。痛いなくない。本当に私の今日は、私の月始めは今日ですね。うん、そうってぐらい。っていう本当にそんな感覚です。嬉しい。あら、もうないとダメです。ないとダメだからもう。ありがとうございます。最初に来た時は、うん、まあ、もちろんその動画を見ていましたし、うんうんうん、ね、あの、うん、皆さん気持ちよさそうだなって思いながらいましたけど、ここまで自分もこういう風に感じるとは思っていなくて、あ、はいはい、言います、言います、お客さん、まさかそこまでって思ってたら本当に変わるんですねとか、なんか思った以上に体もそうなんですけど心が楽になるんですよね、私。嬉しい嬉しい、それ嬉しいです。で、多分それがじんわりと外に広がっていくから多分和らいでいくんだと思いますし、嬉しい、すごいっていう感覚です。なんかうまくは言えないですけど、いやいや、すごい伝わりました。でもなんだろう、なんか物腰の柔らかさなんですかね、すごい。なんか、私も別にあの物腰がすごくきついタイプではないと思うんですけど、めっちゃ柔らかいですよ。めっちゃ丁寧だし、めっちゃ柔らかいですよ。けどなんか、なんだろう、あのね、柔らかい柔らかいで余計、ここ多分平和ですよ。それは思います。私が まずあんまりそもそも溜め込んでないっていうか、あ、それがすごい皆さんいい方なんで。お客さんが、そうだから、なんかすごい、なんか人としてすごいなって思うところは、全然花澤さんも吸収しやすいタイプ、スポンジタイプって言ってるじゃないですか。そうですね、私もどっちかっていうと、あのいろんなものをなんか受け付けやすいタイプではあるんですね。分かる、吸う感じします。そう、で、あの花澤さんが本当にすごいなって思うのは、それをちゃんと取捨選択できてるところだなって思って、本当にそれこそ前回の手術が終わった後ずっと考えてました。私もそうなりたいって思って、なんか恥ずかしいっす。私はまだあのいろんな経験をしてみないとって思っちゃうから。でもそれそうですよ、まだね、21歳になったばっかりですもの。そうだから、まあ、もうもちろん分かってるんですけど、先にそういうあの、経験者を見てると、まあ、最終的にそうなれたらいいなって思ったりも。全然と思いますよ。もうちょっと早い段階でなるんじゃないですか、5年ぐらいとかで。そうじゃないとずっとそのままスポンジを続けてると絶対にどっか苦しくなるところが来るって私も分かってるんです。だから本当にそう、それをだから目の前でそういうのを、だからその取捨選択っていうのはその予約の欄のコメントだったりとか、そういうのも含めてだからすごいなって思いながら通っております。ありがとうございます。まとまった。すごいすごい、ありがとうございます。結構受けてる時って、私もそうなんですけど、なんか気持ちよくてぼーっとなるじゃないですか。だから喋ってる時ね、あれ何を最終的に言おうとしてたの。そうドキドキした。皆さん伝わりましたかっていう気持ちですね。伝わってる、すごい伝わってますよ。ルナさんすごいのは、喋ってる間も力入ってないのにちゃんと言葉が完結する形で出てきたのがすごいなと思って。めちゃめちゃあるんだけど、すごい。嬉しいです、なんかそう言っていただけた。私も基本的にもうお客様大好きなんですよ。そうですよね。そうだし、なんかいらしてくださる方すごい本当いい人だし、なんか、ね、会う人が来てくれるって感じですね。上下に、ありがとうございます。はい、じゃあ揺らしましたので、はい、していただいて、もう一回チェックしますね。はい、すいません。柔らかいですね。ここもカタカタところですけど、取れましたね。これもまあさっきより全然、あ、さっきと違う、違いますね。この辺まで結構もうくにゃくにゃっていうか、だいぶ柔らかいですね。
ません、なんかうつ伏せになってる時間長くなっちゃって、ここ痛くないですか？全然大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。ドーナツになってるから大丈夫。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you. あ、すいません。